お疲れちゃんです。ロットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらのクエイコグデッキねやっていきたいなと思います。というわけで、懐かしのホグですね。これ結構強かったホグなんですけども、めっちゃ流行ってましたねこれ。まあなんですけど、まあコウモリ化法だったり、まあなんか環境からこうだんだん外れてね、すごい使われなくなっていったやつなんですけど、なんかまあ最近ちらほら、まあ、若干なんですけど、まあ、見始めてきて、まあ、コウモリが加砲されたものの、まあ、まだ参るんじゃねっていうところでね、今日ちょっと使っていこうかなと思います。で、このデッキがまあ、きついデッキといえば、まあ、バルーンとかですかね、高回転バルーンとか結構絶望、まあ、レベルだと思うんですけど、まあ、相手が回転速いバルーンじゃなかったら、まあ、全然戦えるかなというところで、まあ、このデッキのね、強みとしましては、やっぱ回転が超速いので、まあ、相手も今回すごい回転速そうなデッキなんですけど、まあ、回転が速いので、こう、どんどんね、相手が施設とか持っててもクイックでぶち壊せますし、まあ、どんどん2周目、3周目を意識して、こう、攻めれれば、まあ、勝てるんじゃないかなと思います。というわけで、クロス説がありますよね、これ。クイック打っちゃいますね、僕くらいになると。テスラ、いや、クロス受けするんかい。いやでもこれコウモリが、そう最近やっぱコウモリがほぼいなくなったっていうところで、まあこのクロスでもナイトだったり、なんかこう高回転のオールブレイカーとかもナイトだったり、なんかナイトの採用率がすごい高いんですよね。でまあすごいナイトが強くて、まあその理由としてはやっぱコウモリがいないから、アイゴレ、今までアイゴレだった理由としてはこうコウモリ対策、そしてまあ回転速いしっていうところだったんですけども、コウモリがいないのでじゃあナイトでいいじゃんっていうところで、最近ナイトがすごい暴れてるんですけど、よいしょ。さあまあそういったところでね、こういうナイトとかを引けるとすごいコウモリがね相手としては苦しそうっていう感じでね、よいしょよいしょ。えお前なんでお前いてててててて、延命してあげたかったんですけどね。まあ今回相手クロスなので、まあシャシャって僕がホグクエイクで攻めすぎなければ、あの負けないかなと思います。よいしょ。まあ防衛しつつね、ホグをこれ一発多分入りますね。はい、でかい。でまあ動作来たらもう動作行けばいいかな。トルネード入りのクロスだったらぶっちゃけ勝てないんですけど、あえて今回トルネードないのでさすがに勝てますね。でもうホグも飛ばしちゃって、で回転狂うのでミニペア出さなくていいかなと思うんですけど、よいしょ、ワンチャン出した方がいいかもっすね。タゲを取って耐えて、よいしょ。さあもう回転バカ速い早すぎてやべえっすね。オッケー、ロケ砲でうまく貫通させつつね。だからロケ砲も加砲されたんすかね、前加砲されてから、まあ、そんな使われなくなったのかな、このホグも。よいしょ、テスラ。おい、外してる。よい。いい。で、ここクエイク打ったんで、まあ相手は攻めてくるんですけど、わー、スケ読みウッドですね。おしゃれですね。で、ここはでももう、ホング飛ばしつつ、あのマスキはね、コウモリで、ボコしつつね。さあ、攻めウッド。で、テスラ来たら、クエイクで壊して、はい、という感じでね。こう、まあ、なんでしょうね。ホグクエイク打てば大体のダメージは通るんですけど、テスラ置かれると突破できなかったりするんで、まあ、なんかそれでクエイク打った瞬間に、まあ、セミクロスチャキってされると、まあ、やっぱちょっと怖いっていうところで、まあ、自分からねホグクエイクバチチコリバチコリやっていかない限りは、まあ、大丈夫なんじゃないかなと思います。というわけでバルーンだけ来ないかったら嬉しいな。まあ、バルーン来ても逆にミニペッカを刺したりだとか、ま、いろいろね、こう、戦おうと思えば全然戦えるんで、まあ、いいんですけどね。さあ、今回相手は、ベビードラというところで、ベビードラもいいですね、このデッキ。なんか、受けれないっすね。ここはちょっと延命してあげて、で、ベビーメガゴなので、ゴレとかの説ありますよね。あ、違うな。あ、スケラだ。多分、スケラっぽい顔してますね。これ延命させてあげる必要もないか。うい。で、怖え。このスケラが。
メガゴがまあ生きてるんで、まあ、メガゴにコウモリ当てるかどうかなんですけど、当てる必要もなさそうですね。で、これ気づきました。僕勝ちました。これ、ミニペコウモリで勝てます。相手のデッキは、ナイトエレキ、ベビーメガゴ、これベビーですか？オッケー、来た。思った相手しかも受け身吸ってる。ラッキー。ナイトエレキ、ベビーメガゴスケラ。で、まあ、ババコヤか、ボムか、ゴボウリか、みたいな感じなんですけど、まあ、なので、ここでホグ釣りすると、まあ、施設を割いてくれたら美味しいし、あー、ババコヤですね。で、ここ受けちゃうか。よいしょ。うん。俺もやってる。オッケーオッケーで、そうですね、ババコヤの、まあ、スケラと一体一体のユニットが重くて、コウモリの毛がね、相手としては結構きつめ、エレキとベビーしかないので、こう回転でね、ぶちさせますよというところでね、ババコヤにクエイク打つか悩みますね。ぶっちゃけ打ってもいいですね。今ポイズン打ったんで相手、まあ、打つ必要もないか。ウッドで削っちゃおう。これもうだってポイズン咲いたので、低めコウモリで4体全部回収して、これホグ飛ばしたら相手もう回ってないんでね。はい。絶対ホグ入るっていうチートですね。で、なんならこれにアイゴレミニペしてあげて、こうナイト咲いたので陸受けないんですよ。で、その瞬間に、こうミニペにね、防衛コストを咲かせる間にナイトをコウモリで回収してホグ飛ばすといい感じみたいな。まあ今回の施設があるんで、あ、コウモリか？え、来たー！ナイスー！さあ、これね、相手のこのババコヤデッキとかもすごい強いんですけど、唯一の弱点なんですよね、このクエイクホグデッキが。で、まあ最近クエイクホグとかいなかったので、すごい強いですけど、このデッキが流行っていた時も、やっぱクエイクホグにだけ勝てなかったんですよね。で、それが、こう、まあ当分いなかったので、てか僕はたまたまね、いや、相手からしたら、いや、なんでお前今更クエイクホグ使ってんねんみたいな。まあそんな感じなんですけど。よいしょ。さあ、スケラはもうスケウッドで完封できますね。ホグ飛ばして、コウモリも飛ばして、おい、ウッドも飛ばして、はい、勝ちと。いう感じで、美しい！いいですね。久々、ホグクエイク、結構、まあ、相性悪いのがあんまないっていう部分ありますよね。ホグクエイク。なんか、結構万能に使えます。さあ、というわけでよろしく。まあ、相手がラバとかだったら、まあ、ロケホーとコウモリすげえ高回転で回しつつ、まあ、ミニペックですね。まあ、空系のデッキって基本陸行きが少ないので、こう、ま、空をね、ぶちかましていこうと。あ、空じゃない、ミニペックをね、こう、どんどん、こう飛ばしていってね、相手に、無理やりね、防衛させて、みたいなことができるといいかなと。さあ、相手は、今回スパーキーですね。うん。ホグコウモリで、あれ？これ、よく見るやつですね、これ。よく見るやつ。でも、これ守りたいですね。ああ、今日なんか鼻がしんどいですね。花粉とかかもしんないんですけど、もしかしたら。よいしょ。これミニブ、ウッド。よいしょ。あ、竹変わった。オッケー、竹変わった。うい。はい、来た。耐えた。で、ザップ来たら助け出して。お願い。耐えて。はい。いい防衛ですね。一回スケで、スパーキー打たして、ミニペ、その後スパーキーに直殴りさせつつ、ミニペが襲いかかってくるところを、まあ、アイゴレでカバーという感じですね。で、僕はこれね、まあ、キングも狙わにはいけないようになっちゃうんですよね。そう。で、まあ、狙うんですけど、正直そんな狙ってはないですけどね、ぶっちゃけ。とか言いつつ、鬼狙っていきます。うわぁ、やべ。俺のミニペックが。やべ、こういうことすると、負けますね。普通にこれワンパンされそう。ちょっと待って、やべ。だってでも、ヤナミ使ったな。一回落ち着いてね。さあ、やばい、スケの位置が。いた。待って。やべ。あ、やったっす。やったっす。ごめんなさい。逆再生攻めなきゃよかった。これ、あれっすね。もう一回来い。もう一回。奇跡的にお前とマッチングしてくれっていう。いやー、まあそんな感じしてたんですけどね。なんか、そう。普通に、後ろからロケ砲を割いて、クエイクで持って、ずっと防衛してくればよかったです。はい。ごめんなさい。立ち回りミスですね、今のは完全に。という、まあ反省もしつつ、次、スパーキー来たらね、しっかり持って勝ちましょうと。多分、イモれば、クエイク、ロケ砲コウモリに、
まあ、やらめザップ打たれるんですけど、2周目は出せるんですよね。そう。2周目コウモリとかで、まあ、すごい防衛できるという部分で、自分から攻める必要はないですね。うはぁ、ミスった。ちょっとね、悔しいですね。さあ、プリンスを溶かしていきつつ、まあ、久々のコウモリがね、いいですね。久々のコウモリが。まあ、もしかしたら、ここ、キング起動ですね。あ、今回あれっすね。JPP 枯渇とか。そんな感じの顔してますね。よいしょ。いいホグ。あ、待って、なんでお前そっち行くんや。あー、クイックってよかったかな。まあいいや。さあ、確実に入れていく。で、ジャイプリー。まあ基本的にアイゴレミニペイウッドで守れると思うんですけど、こういう弱展開された時に、まあさっきのように逆サイド攻めてみたいにすると、両サイドカウンター来て逆にボコボコにされちゃうっていうのがあるので、まあしっかり今回の相手も防衛から入っていきたいところはありますよね。で、これでウッド裂くと多分コウモリ追加とかが来るんですよね。コウモリじゃない、あれか。そう、なんか、全然違った。名前がわかんない。ヤリゴブリンとか、こう、あいつらですよ。ギャングとか。いや、結構突破されますね。まあ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 。危ねっ！ザップ使ったな。ホグコウモリ。ギャング受けか？コウモリ。まあ、ホグコウモリロケホ。大きいので受けてきたらホグコウモリロケホですね。これ同タイミングだったらいいと思います。で、小物だったらクエイクって。打つけど全然入んねえな。あ、だからモーニングホスト使ってくれた。で、相手遠距離系のユニットがいないので、こうロケまでちょっと早めにね、圧をかけていきます。で、これは速攻溶かす。アイグル2つするでしょ？オッケー。オッケー。で、これも多分ね、守れるんですよね、余裕で。こうスケで内側寄せて、2回受けてる間に、ここでウッドでね、いい感じに耐えれば、余裕なんですよね。そう。基本的に多分ね、相手の攻めが通りにくいですね。神プレイとかされると、ちょっと怖いですけど。で、ロケオが残って、なんでみんなあっち行くかな、さっきから。本当に。で、こういうとこちょっと怖いですよね。まあ、しっかりつけて、これ延命してあげて、この間にしっかり溶かせれば、で、これアイドルでいい持ってきてあげてね。なんなら。こう、ホグ飛ばしてあげて、もうコウモリとかしかないですね。コウモリかギャング？ギャング来るか。クイクって、まあ、削りですね、もうこれは。ウッドが106、105しかねえ。待って。やばい。1? 俺に1振らしてくれ、どっか。で、これ、うい。しっかりね、隙読みザップとか、怖いですからね。マーク飛ばして、まあ、クイク通りなんですけどね。はい、というわけで、グッドゲームですね。いやー、コウモリ、結構悪くないっすよね。今回だったらすごい活躍してた印象があるんですけど、まあなんか使ってて火力が若干ね、そう落ちてる。まあもうちょっとね、もう一回強化してもいいんじゃないか、説あるっすけど、まあ十分っすかね、コウモリ。多分このコウモリを使えるようになれればいいのかな、というふうな感じ。多分もうこれ以上強化されない香りがね、まあ、若干してます。今でもまあ普通に使われてるので、まあそういったところで、このホグクエイクね、すごい強かったデッキ、今も多分まだ戦えると思いますね。はい、ぜひ、使ってみてください。というわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。